FM ギノワンをお聞き、FM ギノワンをお聞きの皆さん、おはようございます。今日は11月3日、モーニング8をこれから生放送でお届けします。時刻は7時35分を回っております。ギノワン市急なギノワンヒルズ通り沿いにあります、FM ギノワンのスタジオから、木曜日担当、私、さきむきがお送りします。よろしくお願いします。ということで、沖縄だんだん寒くなってきましたね。今日私マフラーつけてからこっちに来ました。はい、原付の方はね、寒さを感じるのが早いのかなと思いますが、どうでしょうか。皆さんは風邪ひいてないですか。最近お父さんがなんか風邪気味なんで、近づかないように警告しております。この今日この頃です。はい、ということで皆さんありがとうございます。野の中の銀のホタルさんと、ハチホミさん、ルドルフ2000ブクレスさん、アララガマサイガーさん、ありがとうございます。あと、チャライ AKB ファンさんもありがとうございます。おはようございます。ということで、今日も楽しくやってまいりましょう。今日のテーマは、リズムです。皆さんのリズムに関する、まあ、リズムっていう単語が入ってれば何でもいいです。送ってきてください。そして、私がわからないかもしれないようなリズムがつく単語の意味を説明してください。教えてください。お願いします。ということで、今日も楽しくやっていきましょう。この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはリズムです。メールアドレスは797@fmginowan.com797@fmginowan.com です。また、FM ギノワンでは、ユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しております。FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんのツイートお待ちしております。また、新しい聞き方が増えまして、サイマル放送もやってますので、リッスンラジオで検索して、無料のアプリを取って、映像ついてないけど音声と音楽を同時に聞いてみてください。ということで、もう一度今日のテーマはリズムです。皆さんの、なんで、自分のリズムとか家だけのリズムみたいな、なんかリズムに関する話題を何か募集しております。ということで、今日のオープニングナンバーに参りたいと思います。リズムといえばですね、私たちの FM ギノワンのスタッフ、キサラギツカサさんがとても大好きなリズムな曲を流していきたいと思います。ということで、レディオフィッシュでパーフェクトヒューマン。ツカサさん好きなんだ。ツカサさん好きらしいです。ひろきさん情報で。あ言ってたね。これをなんか忘年会にしたいんですって言ってる。皆さんおはようございます。胃の中の銀の蛍さん、野中の銀の蛍、今日なんか髪状況がやばい。半端ない。なんでだ。おはようよ、さきみきたん、ゆかたん。ありがとうございます。と、はちほみさんのみき、おはよう、おはようございます。と、ルドルフ2000ドクレさんが、はいさいみきりん、ゆかりん、おはようです。今日も元気にね。大阪は10度くらい。10度もするんだ。沖縄何度もある。と寒くなってきていますよ。あと、あららがまさいらさんが、みきおはようございます。那覇市は晴れてるよ。ありがとうございます。宜野湾もめちゃくちゃ晴れてます。超寒いけど。あと、AKB ファンさん、チャラ AKB ファンさんが、へいへい、ゆかりん、ツイキャスの皆さん、おはよう、チーズ。で、今日も、みきの服にパグがおる。そう、パグ。最近一緒にお供しよく。集中しにいる。ありがとうございます。チャラチャライ AKB ファンさん。なんかチャラくなって。一回チャラくなくなったけど。でも頭に流れてから。パーフェクトヒューマン。だんだんブームが湧いてきてるけど、やって交通情報、お天気やって、メール、
ツイキャスニュースニュースちょっとマジでやばいか、あいた、なんかリズム自分で考えてもリズムって何があるかなと、なんかあります、リズム、なんかいつも頭にパッと降りてきたやつテーマにして、神が降りてきたみたいリズムが降りてきたんだけどな、なんかリズム、そうリズムか、そうリズムのネタ何か待ってます、皆さん、時刻は7時42分を回りました。 79.7MHz FM ギノワンよりお天気交通情報をお伝えします。まずは沖縄地方のお天気からお伝えします。よし、今日は11月3日東北の風強く、後やや強く曇り、波の高さは4メートルだそうです。で、降水確率は朝の6時からお昼の12時までは 20%、 お昼の12時から夕方の6時までは 10%、 夕方の6時から夜の12時までは 10% となっております。今日の日中の最高気温は25度です。最高が25度です。そうなんだ、寒くなってきた。沖縄本島地方では3日の夕方にかけて東北の風が強く吹き込みます。強風に注意してください。また沿岸の海域ではしけています。海岸や海岸付近では高波に注意してくださいとのことです。はい、ということで次は交通情報に参りたいと思います。まずは一般道からお伝えした、あ、まずは高速からお伝えしたいと思います。高速は、あ、沖縄道の下り金インターチェンジのところで事故車があります。またまたお近くで、沖縄道上り金インターチェンジ付近からヤフスやーんこっちかややだかやかやかインターチェンジのところでも工事が行われております。そしてまたそこの横隣で沖縄道下り八賀インターチェンジから伊芸サービスエリアのところで工事が行われております。そして沖縄道下り八賀インターチェンジから伊芸サービスエリアのところでも工事が行われております。そして沖縄道上り山里バス停から停のところで事故車がまたまたあります。あとは以上ですかね。はい、以上です。ということで次は一般道に参りたいと思います。一般道あった、え、今日の一般道混んでるところがありませんですね。今日は多分休日だからかな、どこも混んでないので今が出かけ時だと思いますということで以上沖縄のお天気と交通情報をお伝えしました。すごい、何も混んでない、こいつも混んでるとこが混んでないよ、すごい。行きます。はい、ということでツイキャスを読んでいきたいと思います。進撃のめいちゃんさんがこの曲踊れる、
あ、さっき流してたパーフェクトヒューマンですかね。そう、あれなかなかノリ、なんか勝手に体が動きますよね。踊れるんですか。なんかそう、 FM ギノワンのスタッフ木更木司さんがなんかこれ大好きで、なんか FM ギノワンの忘年会で踊りたいなとかなんか言ってましたんで、もしよかったら来て一緒に踊ってみてください。あと野の中の銀のホタルさんがプリズム、プリズムってなんだろう、聞いたことあるけどどういう意味なのか教えてください。あとデロルフ2000ドクレさんが体操がなくなって寂しいですよって来てます。そうなんですよ、体操がなくなってるんですよ。今月からでしたっけ。そう、なんでなくなったんだろう、大人の事情。はい。あとデロルフ2000ドクレさんが今日は祝日で混んでないんですねって来てます。そうなんです、びっくりしました。いつもなんか結構赤いラインがバーンって入ってるんですけど、今日何も、本当にちょっと忘れたのかなっていうぐらい本当に何も赤くないので、本当に今が出かけ時です。皆さん出かけてくださいね。あと進撃のメジャーさんが休日だからねって来てます。そうなんです、休日、なんか今年木曜日休日多くないですか。祝日休日じゃない、祝日多くないですか。そう、多いからさ、朝起きるのが大変なんですよ本当に。いつもみんなのなんか起きてる音とかで起きてるから、みんなが寝てるから自分も寝過ごしてしまうっていう大変な事態が木曜日に起こるので、あんまり木曜日に祝日を作ってほしくないですね。モーニング8、そう、寝過ごしたら怖いもん、だからいつも緊張してるんだよ本当に。そうで、今日いつもなんか水曜日の夜なんか寝る、起きれなかったらどうしようって緊張して眠れ、ね、そう、ベッドで眠らないんですよ、怖くすぎて寝過ごしたら。だからいつも下の1階のソファーで寝てて、今日もそうしてたらなんか寒い影響か知らないんですけど、夢でなんか氷をひたすら食べさせられるっていう夢を見たんですよ、めっちゃ。それでこの夢、自分いつもなんか記憶に残ってる夢は全部夢占いっていうなんかアプリっていうかサイトで全部検索かけるんですけど、さっき見たら、そう、氷を食べてる夢の意味はこうなってました。ちょっと待ってくださいよ。氷を食べてる夢は、氷の塊が目に、ん？氷を食べてる夢は、なんか人間関係や、なんか冷たい出来事が起こる予感みたいな。書いてますね。そう、なんか、みんなに冷たくされるみたいな。書いてるんですけど、あと、一度冷め、ん？なんて書いてるんだろう。なんかいろいろあんまり良くないことが書かれてます、氷の夢なので。皆さんソファーで寝ないでくださいね。寒くなったら一応氷の夢見たら終わりですよ。本当に。ということで、このリズムがいい曲に参りたいと思います。 Perfume でポリリズム。やっぱ健康運が、氷を食べる夢は健康運が低下することを暗示しています。食べる夢やばいって、やばいってだってかき氷を食べる友人との間に口論が起きたり、病気になる前兆です。寒気を感じたらまず風邪を疑ってみることですか。きつい、やばいだ、やばいやつだ。ポリリズムは、はい、拍の一致しないリズムが同時に演奏されることにより独特のリズム感が生まれること。はあ、すごい。あ、これがってことだ。すごい、今のゆかりさん情報後で流して。ポリリズムの意味がすごい。ポリリズム、または演奏中に複数の異なる拍子が同時に終えられる状態のことである。と、進撃のメイチャーさんがコインパーキングも混んでなかったよ。そう、なんでだろう、今日全然混んでない。
本当に寒いからかな、やっぱりそれもある。ルドルフ2006でしたが、アリゴリズム、アリゴリズム何なんだろう、意味アリゴリズム、アリゴリズム聞いたことある。でもリズムって言葉たくさんあるんだよな、でも全部意味がわからないんだよ。アリゴリズム、リズム、アリゴリ、アリゴリズム、意味、アリゴリズム、ちょ難しい数学系の意味、アリゴリズム、あ、特定の問題を解く手順を単純な計算や操作の組み合わせとして明確に定義したものがアリゴリズム。計算系か、理数系だ、私は文系だそうで、エコザイルさんがおはようって来てます、ありがとうございます、おはようございます。と進撃のめいちゃんさんが、休日も祝日も当たってはいるよね。そうなんです、当たってるんですが、日本語の難しいとこですねそう、私結構雰囲気派なんですよ。でもパーソナリティとしてはちゃんとやらないと、やばい。とルドルフ2006でした、ソファーで寝ると風邪ひくかもよ。それかもしれない、さっき氷を食べる夢はあれ病気の前兆って言った。風邪ひきたくないな。そう、私コンビニでバイトしてるんですけど、そう咳をゴホゴホってやられる時いつも息止めるのがきついという。そう、やば、ニュースだった、練習しよう、一回見ないです。歌って健康2周年演奏会、1周年を迎えた宜野湾市の歌声サークルコールジノーンはこのほど市中央公民館で中央公民館でバースデーコンサートを開催しました。1年間の練習の成果を発揮し観客たちを楽しませました。指導する大川さん、ピアノ伴奏を務めた仲間さん、差し替えのあがりえさん、団体の宮城さんに 花束が贈られました。コールジノーは歌って楽しんで健康で合言葉に毎週木曜日市老人福祉センターで活動しています。多文化共生、多文化共生実践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 。沖縄 LGO センターは10月22日宜野湾市の沖縄国際センターで多文化共生実践、多文化共生文化講座、世界のうちなんちょうしろうを開きました。参加者は沖縄から海外行った移民の歴史などをグルクイズやクイズや写真を使ったグループワークで学びました。研究進行しているかも。どこ秋めく街角、街角、角二重玉前です。はい、15秒前です。はい、10秒前です。はい、この時間は琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えします。まずは沖縄タイムス総合面からです。下月秋めく街角、沖縄地方は2日大陸の高気圧の張り出しに伴う寒気の影響で曇り、大東島地方や久米島町を除く各地で気温が今
今季最も低くなりました。今年は気温30度以上の真夏日を観測した日が史上最多となっていたが、この日は東北の風もやや強く吹き、秋の訪れを感じさせる天気となりました。沖縄気象台によると、沖縄地方は3日も曇りで弱い雨の降るところがあります。向こう1週間は期間の中頃までは高気圧に覆われておおむね晴れ、期間の終わりは気圧の谷の影響で曇り、雨の降るところがあるそうです。次は琉球新報市町村面からです。多文化共生実践、移民の歴史を学ぶ。沖縄 NGO センターは10月22日、宜野湾市の沖縄国際大学で多文化共生文化講座、世界のウチナンチョウ知ろうを開きました。参加者は沖縄から海外へ行った移民の歴史などをクイズや写真を使ったグループワークで学びました。県の多文化共生モデル事業の一環、参加者からは移民のことを理解できてよかった。ウチナーンチュが世界で活躍していることを知れて嬉しかった。これから世界の人とも仲良くなりたいなどの声が上がりました。担当した沖縄 NGO センターの 大中留美子さんは、海外に行ったウチナーンチュは多文化共生を実践していた。県内に住む外国人にも関心を持って共生について考えてほしいと語りました。次に琉球新報市町村面からです。歌って健康に1周年演奏会。1周年を迎えた宜野湾市の歌声サークルコールジノーンは、このほど市中央公民館でバースデーコンサートを開きました。1年間の練習の成果を発揮し、観客たちを楽しませました。指導する大川さん、ピアノを演奏を務めた穂川さん、司会のあがりえさん、団長の宮城さんに花束が贈られました。コールジノーは歌って楽しんで健康でを合言葉に、毎週木曜日、市老人福祉センターで活動しています。次に沖縄タイムス社会面からです。国頭で松本さん撮影。那覇市アメク小学校4年生の松本ひまりさんが10月31日、絶滅危惧種の沖縄イシガエルを国頭村で発見し撮影しました。緑色が一般だが青色の個体が見つかるのは稀だそうです。松本さんは森の斜面の苔の部分で見つけた色が綺麗で、すぐに撮影したと振り返りました。以上、琉球新報沖縄タイムスより記事をお伝えしました。ってことはここからずっと何もない、うんうん、で普通に呼んでってことですよ、遠慮がなくて呼んで遠慮がなくて呼んで後で説明しよう。やっぱ変な感じしますね。ねなんか大体操の音楽が入るイメージがあるのに。体操がないな。
宜野湾市急な宜野湾ヒルズ通り沿いにあります FM 宜野湾のスタジオからモーニング8木曜日担当、私さきみきが生放送でお届けしております。今日は体操がありません。今日というか今月から体操がありません。なんか変な感じがしますが、また楽しんでいきましょう。で、皆さんと喋る時間が長くなるのがまあ嬉しいかなと思います。ということで、この番組では皆様からのリクエストやメッセージを募集しております。今日のメールのテーマはリズムです。そう、リズムといえばさっきポリリズムを音楽で流したんですけど、ポリリズムの意味が結構深くて、そう、なんかいろんな曲調が同時に混ざり合うことがポリリズムっていうそうです。そう、すごくないですか。そういう意味を聞いたらちゃんとまた音楽を聴いてみようかなって思えるような内容だったので、あ、そう、楽曲中または演奏中に複数の異なる拍子が同時に用いられている状態のことである。それがポリリズムという感じだから、 Perfume のポリリズムをもう一度聴いてください。ということで、今日のメールアドレスは797@fmginowan.com、 797@fmginowan.com です。またFM ギノワンではユーストリームツイキャスで映像と音声をネット配信しております。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動してますので、たくさんのツイートをお待ちしております。そして新しい聞き方が増えて、リスンラジオという無料のアプリを取ってもらえますと、音楽と放送が同時に聞けるので、もしよかったら皆さん聞いてみてください。この後のモーニング8ではもう一度お天気交通情報をお伝えします。そしてメールをツイキャスを読んでいきたいと思います。そして突撃朝ごはんのコーナーもあります。ということで最後までお楽しみください。ということでメールを一通読んでいきたいと思います。メールメールメール、あったこちら読もう、こちらな、こっちから行こう。あ、ありがとうございます。ということで、さきみきさん&ゆきさん、ん?ゆきさんおはようございます。15年ぶりに道端で綺麗になった同級生に会って、大人になったねって言われました。進撃のめいちゃんです。今日まで2日間お仕事お休み、何しようか迷い中ですが、スカパーが無料放送中なのでテレビ三昧しようかなと。ではお題、リズム。音楽のリズムに乗ることが大好きですね。音楽にリズムに乗って、いろんな曲に乗ったりして、リズムに乗りながら楽しんでますよ。ではまた来週です、とのことです。ありがとうございます。え、じゃあ2日間休みなんだ。めっちゃいいじゃん、本当に楽しい。もう休みだったら今のやりたいことがたくさんあと15年ぶりに道端で綺麗になった同級生に会って、大人になったねって言われました。そう、私も昨日4年ぶりぐらいの友達に会って、そう、会ったんです。この子本当に空気清浄機な感じな子なんですよ。なんかもう一緒にいるだけで、なんかこのなんかもう汚いこの日常のゴニャゴニャした空気がなんか取っ払われるみたいな、天然っていうか、なんていうか、なんかそう、すごい空気を持ってる子なんですけど、昨日一緒にいてめちゃくちゃそう楽しかった。なんかやっぱいつも4年会わなくても性格って変わらないんだなって思いました。ほわほわ空気。そしてあ、スカパーが今無料放送中なのか。スカパー使ってみたいなって思ってたんだ。あとリズム、音楽のリズムに乗ることが大好きですね。そう、私の友達でも音楽のリズムに乗るのが大好きで、そうそう、それでクラブが好きなんだよ、私の友達。そうで、クラブの話をしてたら、なんかその沖縄のお笑い芸人のノーブレーキ歩さんっていう人がいるんですけど、その人はクラブに行った時に、なんかそう、クラブってさ、自分が何したらいいか分かんないじゃん。そう、大変じゃん。そう、私もなんか1回だけなんか友達の誕生日をするためにクラブに行ったんですけど、なんかもうなんかね、アウェイ感、そう、なんか場違い感が半端なくて、そのノーブレーキ歩さんもなんか場違い感が半端ないみたいななって、ずっとなんかこのスピーカーに手を置いてリズムを聞いていたとか言ってたんですけど、そのエピソードを聞いて、私もクラブに行った時に見たんですけど、このリズムに乗れるような音量ではないです。
あの、わかります、スピーカーに手を置いたら。そうだから皆さん耳やられるんで絶対スピーカーに手を置かないでくださいね。ということでメールありがとうございました。ということで進撃のメジャーさんがいつもたくさんのリクエストを送ってくれて、じゃあこの曲を流していきたいと思います。進撃のメイちゃんさんからのリクエストで、愛のハピネス。ありがとうございます。あの、ね、あのクラブか、クラブは見ていけないな。一回だけ友達がアメリカ人の彼氏ができたから、へクラブに誕生日回数が来てよみたいな感じで行って、うん、もうなんかやばかった、やばーと、やばーってマジ格好間違ったみたいな。あそこから。そう、なんかなんかこのロングジーパンのジーなんかわかります、なんか乃木坂48が着そうなロングスカートみたいな感じの格好で行ったんですよ。行ってそしたらもうみんななんかゴテゴテの黒のなんかこの穴がめっちゃ開いてる洋服みたいなのが入ってるから、で色合いがまず違くて。右だけめっちゃ浮いてる色で、それでそこでも変なんだなと思ったら、なんか乗り方も右乗り方こんなしか音楽乗れないから、あっちはもう縦にこうなってるから横と縦違うみたいな。そう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 、クラブはまだ難しい。横と縦な、みんなどこどっち派なんだろう。皆さんはリズム乗るとき横派ですか縦派ですか。私横派なんですよ絶対。そう、どんなライブハウス行っても全部横で。そう、なんかみんななんかヘドバンしてとか言うんですけど、ヘドバンってなんか結構なんか上下難しくないですか。うーん、なんか苦しい、なんかずっといたらこんなって言ったら苦しいし、この方がずっと長期戦で行けるから良くないみたいな、そういう感じ。銀座のエンジェルさんがパーソナリティさんはお初です、ありがとうございます。そうなんです、私木曜日担当のさきみきと申します、よろしくお願いします。ミキさんはターマーですか。それが違うんです。ゆかりんです、ゆかりん、ミキリン、ゆかりんとミキリンでお届けしております。ゆかりさんですね。じゃあだんだんこの季節になってきたんだね、早いねですね、今年早い。うん、なんか最近、え、でも10月の最後ぐらいにメインに行ったらもうなんかクリスマスツリーが飾られてる。クリスマス気が早すぎでしょ。クリスマスか、もう今年はクリスマスとかやってらんないで。卒論だ卒論。やばい卒論やばい、本当にマジ卒業できなかったら笑えないぜ。でも来年もここにいることになる、よろしくお願いします。大丈夫です。本当ですか。やばい、わかんない、私卒論やってない。あ、ないんですか。短大だったから卒論はなんか、そうなんだ、腕を押しやつだ。あ、でもうちの4代もなんか強制ではなかった卒論。じゃあなんか普通にも単位で取ってたらいいけど、でも卒論が6単位ぐらいあるんかな。あ、卒論、そう、授業をそうだよ、だから3コマ取るのか卒論で終わらすのかみたいな。いや、授業の方がいいって。そうはあ、卒論きつい。でもなんかそういう強制じゃない学校があるってことは、そんなに卒論って大切なものじゃないんだなって思ったっ、うん、昔の考えに戸惑わされてる男性生たち。ダメだよ。でもほら、自分が学んだのをまとめるのは大切だよ。はい、じゃあ行きます。はい。お天気、はい、お天気行きます。
時刻は8時10分を回りました。 79.7MHz FM ギノワよりお天気交通情報をお伝えします。まずはお天気からお伝えしたいと思います。今日は11月3日東北の風強く、後やや強く曇り、波の高さは4メートルです。降水確率は朝の6時からお昼の12時までは 20%、 お昼の12時から夕方の6時までは 10%、 夕方の6時から 夜中の12時までは 10% となっております。今日の日中の最高気温は25度です。沖縄本島地方では3日夕方にかけて東北の風が強く吹き込みます。強風に注意してください。また沿岸の海域ではしけています。海上や海岸付近では高波にも注意してくださいとのことです。そう、冬になってきたらだんだん波が高くなってくるので皆さん気をつけてください。はい、以上お天気をお伝えしました。次は交通情報をお伝えしたいと思います。まずは高速からお伝えします。高速はですね、さっきと引き続き沖縄道 の下り金インターチェンジのところで事故車が1台事故車がありますね。そして沖縄道上り金インターチェンジから夜間インターチェンジのところで工事が行われております。そして沖縄道下り夜間インターチェンジから伊芸サービスエリアのところでも工事が行われております。そしてまたまた沖縄道上り山里バス停のところで事故車があります。そしてもう一つ、沖縄道下りバス流大バス停付近で工事が行われて規制中ですとのことです。以上、高速は以上ですね。次は一般道に参りたいと思います。一般道は、はい、今日は何も混んでおりません。安心していろんなところに出かけてください。安心しすぎて混ましてもダメですよ。そう、全然今混んでないので皆さん学校や、学校に行ってもいいし遊びに行ってもいいし楽しい祝日を送ってください。ということで以上、沖縄のお天気と交通情報をお伝えしました。それでは今日は何の日やっていきたいと思います。ではまず今日は何の日を見ていくのは沖縄手帳からいきたいと思います。今日は11月3日旧暦10月4日、今日ずれるんだ。いつずれたんだろう。沖縄とすごい旧暦がずれてる。いつも一緒だったのに。ということで満潮は朝の9時11分が187センチと夜の8時36分が194センチ、干潮が2時41分が26センチ、夜の、それで朝、昼の2時50分が83センチと書いております。はい。で、今日は何の日かなって見たら、文化の日です。共通ですね。そして沖縄手帳に書かれているもう一つのやつは、首里城復元1992年と書いております。今日が首里城を復元した日なのかな。ということでありがとうございます。それではもう一つの今日は何の日カレンダーを覗いていきたいと思います。今日は11月3日またまた文化の日です。レコードの日でもあるそうです。日本レコード協会が言ってます。あとハンカチーフの日、日本ハンカチーフ連合会と文具の日、今日文具の日、あと漆の日でもあるそうです。あと明治神宮祭
明治神宮祭、明治神宮ってあの原宿にあるやつだっけ、なんか原宿にあったかも、めっちゃ遠かったから、うん、そう一回入ったんだけど出ました、はいそう遠すぎてな、このお参りするところまでが足がきつくてね、ちょっと年なんで。ありがとうございますということで、あ、映画ゴジラの紛糾、うん、映画ゴジラが始まった日なのかな、1954年、そしてスプートニック2号で初めて宇宙を飛んだ犬、ライカ犬シス、宇宙に行った犬が亡くなった日だそうです。そして今日誕生日の人、おめでとうございます、武田信玄さんです。そう書いてますね、武田信玄ってよく聞いたことある人。そして誕生日かがブリオニア、そして花言葉が拒絶、なんか拒絶ってかわいそうということでこういう感じになっておりますが、どうでしょうか。ということで今日は何の日でした。めっちゃ武田信玄お祝いされてる。あ、ほんとだ。武田信玄。じゃあ、ツイキャス。はい。行きましょう。はい。それでは、ツイキャス読んでいきたいと思います。こっち、どっち？あっち、こちら。銀座のエンジェルさんが、おはようございます。かなりご無沙汰です。東京スカイツリー近くからお邪魔しております。おお、スカイツリー。スカイツリーめっちゃ高いですよね。でも、スカイツリー行ったんですけど、登る場所がなかったけどな。あ、どっから登ってるんですかね。なんか近くまで行ったけど。そう、でもめちゃくちゃ綺麗なんですよ。私、就活の時に錦糸町にいて、あのポケモン GO で有名な錦糸町に泊まってたんですけど、あのカプセルホテルに、もうめちゃくちゃスカイツリーが綺麗で、毎日いつも帰るときにスカイツリーを写真写して帰ってました。ありがとうございます。楽しんでいってください。あと進撃のめいちゃんさんが、あれポリリズムアルバムバージョンでは、アルバムバージョンとかあるんだ、ポリリズム。でもなんかいつも聞いてるやつと違うような新しいバージョンなのかなって思ってます。ポリリズム、ポリリズムって本当にあんな意味だと思わなかった。そう、さっき言ったなんか違う拍子が混ざり合う音楽みたいな、ポリリズムだからあれと思った。あのなんか PV もなんかこうゴミ箱みたいな、あのなんかリサイクルみたいなやつだったじゃないですか。なんかなんかポリ袋みたいな、それのかけてなんかリズムポリ袋、まあいいや、ありがとうございますとよしと、銀座のエンジェルさんが、パーソナリティさんはお初です、ミキサーさんはターマーですかってきてます。違うんです、パーソナリティ私、木曜日担当さきみきと申します。ちょっと噛む時があるんですがよろしくお願いします。そしてミキサーはターマーさんではなくゆかりさんっていう方です。ゆかりんと呼んでください。ありがとうございますそしてくまモン県の六角堂の地蔵さんが、おはようございます、下読み大事。そうなんです、下読みがないともうもっとやばいことになります。あね、なんか読めいつもなんか読めてる漢字が意外に書かれると読めなくなっちゃうんですよね。人間不思議だね。あとブラゴン、やば、英語が読めない、ブランゴンさん、発血、ブランゴンさん初見です。ありがとうございます。アイコンが真っ黒ドロンゴン、ドラゴン、ドラゴン、ドー、あ、ドーラ、そうだ、ドラゴンだ、ドラゴンさん初、ありがとうございます。やっぱ英語がドラゴン、ほんとだ、なんで普通に読めるのにドラ、ワラゴンみたいに言ったんだと、銀座のエンジェルさんが、あ、コインありがとうございます、もう助かります、ありがとうございます、本当に嬉しい。
とエコザイルさんがゆかりん久保あリクエストの要求ですね。ありがとうございます。ありがとうございます。本当にリクエスト待ってますよ。いつもいつも皆さんリクエストがないときに自分たちが何かけようかなって大変するんでお願いします。ということでエコザイルさんからもらったものをかけていきたいと思います。エコザイルさんリクエストの久保田俊信で流星のサドル。ありがとうございます。流星のサドル、はい、あ久保田俊信って聞いたことある。あのめっちゃ声が綺麗な人だった。あの CM によく出てる人、あの愛とよくコラボする人ですよね。あそうなんだ。わかんない、多分想像。あやっぱ声が綺麗な人では当たってるやん。なんだっけアンケート、リズム、今日のテーマはリズムです。そうそうそう、リズムが、銀座のエンジェルさんがゆかりん ゆかりんゆきりんコンビですね。そうです。違います。ミキリンじゃない。ゆかがいっぱい、ゆか、そうそう、おしる、おしおし、おしる、ゆかりん合ってます。ゆをみに書いてミキリンで書いてください。ちょっと待ってくださいね、今ちょっと、お、いろいろ来てますね。よし、そう、今いろんなリズム芸人がね、ピコ太郎、デリオフィッシュ、ドブロック、とアイアマンジャパンと、あとはあのこの魚のやつ何でしたっけ、あの魚の芸人、魚の芸人、なんかマグロになってみたって言ってた。うん、何だったっけ、なんて思った、マグロになってみたみたいな、マグロになってみた調べよう。魚になる芸人、なんとかリー、なんとかリーラッスンが好き。あ、はいはいはい、なんとかバズーカみたいな人、違う、そう、ピカソよりゴッホが好き。あ、違うな、なんだっけ、なんだっけ、なんだっけ、ゴッホが好き、好きの芸人、好き好き。あ、ラッセンだ。え、トミーナ、なんやば、漢字が読めない。ノノナ、長野さん、長野さんだ、長野さんだ。そう、いっぱいリズムネタがある。やったね。長野さんだ、長野、たくさんあるけど、皆さんは一番誰が好きですか？そう。と、あ、銀座のエンジェルさんが、神宮、原宿で会ってるよ。あ、さっき明治神宮の話した。明治神宮。そう、あっちってなんかめっちゃすごいところなんですよね。なんか、でも、本当に遠くないですか？お参りするところが。じゃあなんかあのこのごなんか東京みたいななんか街が引き詰まったところにいきなり現れる広い空間ってめっちゃ落ち着くんですよ。入ったら一瞬緑とかとなんか砂利とかでも、この道の先が果てしなすぎて行ききれないんですよ。そう、いつも旅行に来てる時とかってもう足が結構ダメージ受けてる時にそこに来て、もうあそこまで行くの大変だからじゃあ今日やめようみたいな感じで。なかなかお参りに行けないっていう現実です。曲終わります。CM 入れようか。はい、銀座のエンジェルさんが錦糸町駅近いですよ。そうなんだ、錦糸町いいとこですよね。ポケモンが現れたくなる理由がわかる。本当にいいところ。そうそう、
と銀座のエンジェルさん、また失礼しました、失礼しました、全然いてください、ずっとミキリンさん、そうミキリンとユーカリンでやってますね。次朝ごはん行きます。はい、朝ごはん、そうだ今日は朝ごはん、あ、情報出しとこう、朝ごはん、うん、人工的に作ったんだ、あれ。ピシ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 、よし、チャ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 ンプレーのノミネイでお願いします。明治神宮一回お参りしたいな東京に住んだら行けるんじゃない？いやでも東京に住んだら絶対行かないと思うあえての行きたいね。よし、次朝ごはん行きます。朝ごはん食べましたか皆さん。突撃あなたの朝ごはん教えてのコーナーです。このコーナーは FM ギノワンのスタジオからパーソナリティがあなたに直接電話をかけ今日の朝ごはんを教えてもらうというちょっと迷惑な企画です。さて今日は誰にかけていきたいのかなと思いますか。今日はですね、ある方にかけていきたいと思いますと思っていたのですが、大人の事情でちょっとはいということで今日はかけれなくなっちゃったということで、まあね、でも本当はかけたらこういう話をするよっていうことをじゃあ今日は喋っていってもいいですか。はい、今日は電話かけようと思ってたのはヒューマンアカデミーの学生さんにお電話をかけていきたいなと思ってたんですよ。なぜかというと11月19日にアニベンチャーというライブがありまして、それのこととかいろいろ聞いていきたいなと思ってやってたんですけどね、まあちょっと大人の事情でかけれなくなりました。はい、喧嘩したとかではないですよ。はいそう、仲良しなんですけどちょっとできなくなったので今日は電話はかけれなくていろいろ喋るだけにしていきたいと思います。このアニベンチャーというライブはですね、このヒューマンアカデミーに通ってるボーカルとかかな、なんか授業で行われるライブでして、うん、普通のライブと違ってなんかアニソンとかを 歌うライブで、それもアニソンとかをただ歌うだけではなくてなんか MC とかもちゃんと演技とかしたりとかして歌ったり踊ったりするところです。そう、それに舞台裏も舞台に出てる人もヒューマンの学生がみんなでちゃんと作ってるというすごいライブとなっております。私もいつも自分のライブするときこのアニベンチャーのやってる人たちのやり方を真似してやってるので、もしよかったら、面白いのでぜひ見に行ってください。11月19日にあります。まだ場所とかはちゃんと聞いてないので、もし近々に近くなって決まったらまた皆さんにお知らせしたいと思います。ということで今日は書きようと思ってたすが書きれなくなったんですが、今日の朝ごはんはじゃあ私の朝ごはんでもいいですか。あ、でも私の朝ごはん面白くないからゆかりさんの朝ごはんにしていきたいと思いますそう、さっき銀座のエンジェルさんが来て
ゆかりさんと私のこと初めて知ったみたいなんで、ゆかりさんの自己紹介も兼ねて朝ごはんを聞いていきたいと思います。もしもしゆかりさん。ゆかりさん。はーい。あ、ミキサーのゆかりさんです。もしもし。はい。じゃあ最初自己紹介お願いします。FM ギノワンスタッフの根間ゆかりです。そうなんだ。はい。はい。というか根間ゆかりさん、私の友達です。はい、同級生、同級生です。同い年ですね。そうなんです。はい。いつもね、楽しく朝、ありがとうございます。いえいえ。ということで、今日の朝ごはん聞いていきたいんですけど、何か食べましたか？今日は、モーニングエイトの日は、はい、朝が早いんで食べてないんですけど、朝、ぶどうジュース飲んできました。おー、ぶどうジュース。はい。女子みたいな感じですね。ちなみに何パーセントの？ちょっとそこまでは見てないです。見てないかい。味的に美味しかったです。美味しかったということで、今日ゆかりさんは朝にぶどうジュースを飲んだそうです。ということで、これからも私たちコンビをよろしくお願いします。はい、お願いします。また大人の事情があった時は私の朝ごはん紹介させてください。ということで、今日の朝ごはんはゆかりさんでぶどうジュースでした。ということで、こっちサビタン。じゃあそのまま下げてメールツイキャス行こうか、はい、アンケートもあるんで。あ、そうです、アンケートあります。行きます。はい、それではツイキャス読んでいきたいと思います。野の中の銀の蛍さんが、今日誕生日の人、大城メロディーん歌美歌さんん美歌さん、あ、高美秀さん、誰だ誰だろう、歌手の人かな、なんか名前的に歌って書いてるから。大城メロディーさんって、え、大城さんって沖縄の人かな。あ、あ、あの人大城メロディーさんって言うんだ。違う、狩俣さんの相方ですか。そうなの、初めて聞きました、ありがとうございます。あ、ラジオ局会の先輩が誕生日だということで、おめでとうございます。そうなんだ、じゃあまたおめでとうございます、メールを送ってあげてください。ということで、銀座のエンジェルさん、あ、さっきの明治神宮の話、原宿で会ってるよって書いてます。そして銀座のエンジェルさんが、錦糸町の駅近いですよってことで、近い、そう、本当に近いですよね。このスカイツリーがめちゃくちゃ近いです。うん。と、銀座のエンジェルさんが、失礼しました、なんだろうで、そう、スカイツリーといえばですね、そう、私今日テーマリズムじゃないですか。今人気の PPAP あれじゃないですか。 PPAP のカフェがこの青空道路なのかなにできたんですよ。そう、スカイツリーの下かな、そう、そこに PPAP カフェができてるということで、皆さんぜひ食べに行ってください。 PP パンプキンとかパンプキンケーキとか、そう、なんかいろいろあるみたいです。それに PPAP って面白いですか、率直に。それを今日話したいなと思って。私本当にびっくりするぐらい笑ったことがないんです、あれでなんかディスってるみたいになってるけど、そう、でも本当に、でなんであれが流行ってるんだろうってずっと思ってて、それ自分がなんか笑いのツボがやばいんじゃないかってちょっと心配になった。そうそう、それで本当に何回も見てどこが面白いっていうのを探したんですけど、分からなくて。そうそう、だからみんな本当に、でもあんなにですね、社会現象にもなってるから相当面白いんだと思うけど。そう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 、皆さんどうですかね。ゆかりさん面白いですか。あーって感じですねあ、じゃあその曲があるということで、かけていきたいと思います。とピコ太郎で PPAP。 おー、でも45秒やもんね。45秒すごい短い。でもラジオ的だ、ラジオって3分以内ですよね。うん、フルでかけるのが珍しい。あー、パイナポッペン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 、
てっぱいなあポッペンめっちゃ重い嫌いとか言ってるけどちゃんと見てるんですよ私はい、嫌いって言ってるけどありがとうございますそう今かかったの聞きました皆さんペイパイナップアップペンですよそう今流行りのそうこれを誰が一番最初に流行らせたか分かりますかそれはジャスティン・ビーバーさんですよそうあの世界的なジャスティン・ビーバーさんが面白いなって言ってバーンって爆発的に売れたというでもね笑ったことがない私はでなんかなんで面白いんだろうと思っていろいろ考えたんですよ女子高生に人気って言ったからさ女子はパピペペポ丸がつく音が好きなんですよ女子は男子はガギグゲゴみたいなダグ音が好きだからパピペペポが好きな女子学生に流行ったのかなとか思ったりなんとかしたりまあねでもねいいと思います楽しいと思いますよ一応子供たちにも人気なんではい私も最近ちょっとなんか、面白くない笑えないとか言いながら、結構な回数で YouTube 見てるんで。さあ、それがハマってるというのかな。まあ、多分ハマっていると思います。ありがとうございます。で、こちらから、いきます。皆さんおはようございます。イミッチャおじさんです。今日のテーマ、リズム。ああ、最近流行、流行りの、おすぎとピーコみたいな顔の、ピコ太郎から来たテーマかな。そうです。まさしくそうです。と、おじさんはあんましリズム感がないな。嫁さんとライブに行った時とかでも、デージ困る。アーティストさんのノリノリな曲がかかると、観客みんな立ち上がってからに踊るっつうか、体でリズム取るさね。あの時にリズム音痴のおじさんとしてはデージ困るわけさ。でも、わかります、それ。わかる。もう、あえて自分を裏取りに行きます、裏。みんながイエーイイエーイって叩いた後の中の裏そうなんかずれたら裏を取るっていう感じで言ってます私モチベーションなのかなだから一応気持ちはテンション高くノリノリなんだけどね体がついていかんわけよまあ無理して体でリズムを刻むんですがそんなおじさんも嫁さんがちらっと見ると爆笑しますと嫁さん曰くあんたのリズム取る姿ってドリフ大爆笑のオープニングで踊るイカリア長介みたいよねと言われますイカリア長介さんあのイカリア長介さんだからたまに路上ライブとか興味あっても立ち止まるんですが大抵離れたところから見てますだって路上ライブする人ってノリノリな曲歌う時ってめっちゃ目を見てあなた戻ってみたいな感じで見るでしょリズム音痴なおじさんにはありが困るんだよなそういやでも分かる強制されたら困りますよね乗り切れないみたいなあーでも分かる乗りたい気持ちはあるけど体が追いつかないその気持ち本当に分かるなんかでもそう私がさっき言ったみたいに一回乗ってもいいんですよ乗って疲れてきたらスピードダウンするじゃないですかその時に裏を取ったらまたなんかあれおしゃれこいつみたいな感じになるのでもしよかったら裏を取るようにやってみてください。おすすめです。私も結構裏取るんで。ありがとうございます。ということで次こちら行きたいと思います。じゃあこちら。ミキリンユカリンおはよう、チュ、エコザイルダス、デシ。エコザイルデシ。なんかいつもと違うから、普通にエコザイルで出すよっていつも言ってませんでした。あれリズムね、自分の好きなリズムとかはスロー系が好きだけど、バイク乗ってる時はアップテンポになるな。例えば、久保田よしのぶのあ、さっきの曲が久保田としのぶの流星のサドルみたいな感じでね、ゆかに聞きたくなったらリクエストよろしく。じゃあ後からやーってことで、さっきありがとうございます。久保田よしのぶの流星のサドル あれも結構アップテンポでしたねさっきのあれを聞きながらいつも流星を見に行ってるのかなありがとうございますロマンチックなエピソードありがとうございますということでこちらも読んでいきたいと思いますあたヘイヘイユーカッポミーキッポモーニングエイトお聞きのリスナーの皆さんおはようですおはようおはちーす今日は風邪をひいてダウン中のチャライ AKB ファンステーマに行くなリズム。俺はですね、キーボードとかについている8ビートとか、ずったんずったん、あのリズムで歌を作ったりしてたぜ。以上だ。
そうなんだ。あのキーボードにゆかる勝手にリズム刻んでくれるやつで作ってたんだ。すごい。でゆかりみきりん考えました。 PPNN I have a I have a I have a し I have a ご飯あ箸にご飯 I have a 箸 I have a 箸納豆あはい納豆ご飯なんじゃこれなんじゃこれは何のこと言ってんのカタカナ弱いんだけどミキありがとうございます。この PPNP に何かかってんのかな。まあなんか歌を作ってました。これ8ビートにこれを載せてるんだ。8ビートってどんぐらいだっけ、忘れちゃった、できないやありがとうございます。ということで1曲曲に行きたいと思います。チャラい AKB ファンさんからのリクエスト、小袋で流星。そうだ、PPNP に載せてるんだ。でも自分で勝手に作っちゃった。I have a 箸、I have a 箸納豆、あ、はいなしご飯、あ、はい納豆ご飯。な？わかんないわかんない。正解を動画で待ってます。うん、今日は流星なんかあるのかな？流星多いですね。エコさんも、ゆきびさんも、流星、なんだろう、流星好きなのかな。流星の流星が流行ってんだ。まさかの流行りでも二人続けて流星なんて。小袋か、いいね、いいよね小袋。お母さんがめっちゃ好きでさ、あそうそう、一回だけライブに行ったけどすごい良かった。めっちゃ良さそう。なんかもうなんか本当に歌がうまそう。うん、なんかトークも面白かった。あー聞きたい。小沢さんがスマホでリスラジ、タブレットでツイキャスの二刀流してたぜ、すごいさすがです。やっぱりめっちゃみんながいつも思うことがあるんですけど、リスナーさんって機械に強いなっていつも思うんですけど、すごくないですか。私タブレットとか使ったことないですもん。でツイキャスとかもラジオ初めて知りましたし、すごい本当に。と野中の銀の蛍さん、今日メールで送れなかったのでこちらで、今日のテーマは白紙、白紙でも白紙、自分は白紙音痴かな。お二人は上手そうで、あ拍手、え拍手、拍手、拍手、表紙、表紙、やば、表紙だ、表紙、こちら表紙、今日は表紙音痴かな。お二人はうまそうですね。リクエスト、リクエスト、拍手か、表紙、表紙って音ってことか。チャラチャラチャラ AKB ファンさんがブドウジュースいいっすねって来てますブドウジュース、あ、エレンに絞ったんだから、いやいやいや、ジュースジュース、ゆかりさん今日リズムってテーマしてたから、そうね、ちゃんと、ちゃんと前日にフェイスブックを見てるみきちゃんが何のテーマしてるかあ、じゃあちゃんとじゃあ手づかみで絞ってきた。それはないI have a booze、I have a cop、I have a ぶどう、なんでぶどうはグレープじゃん、あ、グレープだ、ダメだ、英語にしないと全部。銀座のエンジェルさん、同級生なんですか、気心知れていいですね。そうなんです、どうでしょうか、気心知れてます、どうでしょう、知れてますね、雪はもう大好き銀の野の中の銀の蛍さんが PPAP は面白くない、めっちゃ怖い一応まあ、まあそれは時
時々思う時もあるんですが、まあいつもでもね、でもなんかいつの間にか見ちゃってるところが、いや本当はまっているけど認めたくない自分もいるのかなと思いつつ、そうだと思います。最近今日この頃でございます。そうと、チャラチャチャラいチャラチャラい AKB ファンさんが、はぁ、キレば、そう、ウケる、そう、多分あのミキちゃんがあの AKB さんから来てたあれはね、難しかった。でもさ、AKB ファンさん、質問一つ、 PPNN って何でしたっけ？ PPNN が何だろうと思う。5296、小袋曲そろそろ終わります。はい、タイバーちょっとだ、アンケート、それではツイキャスを読んでいきたいと思います。その前に今日のテーマはリズムです。皆さんのリズムについて何か送ってきてください。お願いします。読む前に少しだけアンケートをいいですか、言っていきたいと思います。今日のアンケートはリズムということで、ツイッターで質問してみました。一番強いと思うリズムネタは何というアンケートを取りました。結果はこうなりました。4位、ドブロック。もしかしてだけど、3位、同率3位がいますね。PPAP、ピコ太郎、レディオフィッシュが3位。あ、3位っていうか2位か。同率だから。あ、違うや。待って。3位がドブロック、もしかしてだけど、2位がアヤマンジャパン 30%。ぽいぽいぽいぽぽいぽいぽぴーで、第1位が同率で PPAP ピコ太郎とレディオフィッシュ。本当になんかリアルですね。 PPAP とレディオフィッシュがなんか競い合ってるところが。そうなんだ。皆さんどちらがいいですかね。 PPAP ピコ太郎とレディオフィッシュ、どっちがどっちですか。司さんはレディオフィッシュ推しか。そう、もしかしたら FM ギノワの忘年会でレディオフィッシュが見れるかもしれない。皆さん、12月3日、ちょうど1ヶ月後ですか。1ヶ月後の FM ギノワンの忘年会、ぜひぜひ参加してください。お願いします。めっちゃ楽しいと思いますよ。去年もコザのやつは行ったんですけど、今年が初めて FM ギノワンの忘年会があるんですよ。去年はできなかったんだ。今年から、なんかもしよかったら、皆さん来てください。パーソナリティさんもリスナーさんも集まって、スタッフも集まって楽しい会になると思います。余興もやっていいみたいなんで、やりたい方は FM ギノワンに一通メールをしてもらってください。お願いします。そして、さっき皆さんにも聞いたんですが、あなたのリズムは縦に刻む派か横に刻む派かっていうアンケートを取りました。そう。私は横に刻む派です。皆さんはどちらですか？縦派か横派？結果では、横派が2位で、縦派が1位でした。結構、これはツイッターでアンケート取らないで友達に聞いたんですけど、まあ、大学生の友達はみんな縦にリズムを刻む子が多いですね。私は横だけど。ゆかりさんはどっちですか？縦か派、横派？縦派。ゆかりさんも縦にリズム刻む派なんですって。これか。あの噂のこれ。そう。ね。これもね、年代別とかに比べてみたら面白そうですね。大学生のうちに調べてみます。ということで、ツイキャスでルドルフ2006レシさんがギノワンも忘年会あるんですね。そうなんです。12月3日。もう募集とかってやってましたっけ？やってますか？そう。なんか、Facebook にも書かれてるし、ホームページにもあるみたいで、詳しい詳細は、ぜひ、FM ギノワンのホームページか、Facebook のところを見てください。
めちゃくちゃ楽しいと思うので、ぜひぜひみんなで飲んで縦にリズムを刻みましょう。はい。とデダルフ2000のクリスさんが、リズムは頭の中で刻みますよと来てます。あーでもわかります。頭の中で最初刻んでるんですけど、だんだん頭のリズムが体に出てくるときはどうしますか。肩で刻みます、それとも頭で刻みます。そう。はいって言いましたね。そして銀座のエンジェルさんが、同級生なんですか、気心知れてますねということで、さっき私たちゆかりさんと自分が同じ同級生ということで、そう、朝木曜日朝楽しいですよ。ぜひその光景もギャラリーもあるので見に来てください。朝早いですけどね。そうそうそう。あとびっくりな情報が、銀座のエンジェルさんが、明治神宮の森は人工的に作ったんですよって来てて、それが一番びっくりしました。あれって人工的に作れるんですね。めちゃくちゃ、でもでっかい木で綺麗に、でも本当にそう、ザ・森って感じですけど。あと野の中の銀の蛍さんが、今日はメール送れなかったのでこちらで送ります。今日のメールのテーマは表紙だよ、リズムだから。はい、自分は表紙音痴かな、お二人はうまそうですねって書いてます。いや私も結構リズム感がないんですよ。うん、何もなんか小さい頃から三線をしてたから、三線古典音楽のリズムがちょっと身についてましてね、スローなんです。鍵アレフではないけど、鍵アレフって古典じゃないか、ん民謡か、わかんない。でもそう、でもなんかノリノリな曲とか乗り切れないんですよね。わかんない、恥が捨てられてないのかもしれないけど、そう、まあね、楽しければね、乗らなくても乗ってないように見えても、楽しければ乗ってるんだ。そうだ、楽しければ乗ってるんだ。そう考えましょう。ということで、ありがとうございます。はあ、やば、そろそろ終わりの時間が近づいてきた。よし。ということで、今日も楽しくお聞きいただいていますか？わからないですが、私は楽しかったので、ありがとうございました。また来週の木曜日にね、会いましょう。そして、来週はまた朝ごはんのコーナー、他の人に、つなげていきたいと思います。何か面白い人とかいれば、また自分が電話したいなとかあれば、私たち FM ギノワンの、そう、メールに書いて、電話と名前、リスナー名を書いてください。お願いします。そして最後にルドルフ2006レスさんが、今日は祝日は何するの？はい、バイトです。バイトしてきます。サービス業は休めないんだよ。ということで、そろそろ時間になってきたので、今日も終わりたいと思います。皆さん、楽しい祝日を過ごしてください。ということで、ピースコミュニケーションズのいつもありがとうも聞いてください。それでは、バイバイ。銀座のエンジェルさん、ありがとうございます。お疲れ様でした。野の中の銀の蛍さんがお疲れ様でした。八本美さんお疲れ様でした。ユドルフ2000のクリスさんお疲れ、おつおつです。ミキリユカリ今日も良い一日をありがとうございます。エコザイルさんもお疲れさんです。来てます、ありがとうございます。皆さん休日何するんですか。いいな、遊びたい。遊びたいな、遊びたいとか言っていつも遊んでるんだけどね。どんどんやばい、もっと遊ぼう。楽しい休日をお過ごしください。それではあと1分、バイバイ。